おはようございます。ベニオ店長です。大阪 USJ 3泊4日の旅2日目、今日はこの後 USJ に行きます。朝の準備中です。10年ぶりの USJ なのに1日目は4時間しか遊ぶことができなかったけど、今日はオープンから閉園まで丸1日遊ぶことができるのでとってもワクワクしてます。今日1日楽しむために私の血液のモンスターエナジーを飲みます。モンスターエナジーカオスっていうオレンジ色のモンスターが一番好きなんですけど、最近コンビニに置いてあるとこ少ないんですよね。これで夜まで元気いっぱいに過ごせます。それでは準備スタート。メイクができてベニオ店長になりました。日焼け止めはアネッサを使います。日傘を置いてきてしまったので完全にアネッサ頼りです。服も着替えて髪型も完成しました。昨日買ったヨッシーのカチューシャに合わせて緑のコーデをしてみました。準備が早く終わったからホテルの窓からのんびり景色を見ていたら、なんか海賊船みたいなのが来ました。結構人が乗ってるけど、あんなのもあるんですね。みんなどこへ向かうんだろう。ぼーっとそんなことを考えながら朝ごはん代わりの飲むヨーグルトアロエを無心で飲んでます。ヨッシーのパワーアップバンドも装着して準備万端です。それでは早速 USJ に行ってきます。 USJ に到着しました。今日はオープン10時から閉園時間の7時までたっぷり遊べます。昨日より空いてそうだから、いろんなアトラクションに乗れたらいいな。せっかくオープン時間に入園できたので、今日も一番人気の進撃の巨人 XR ライドになります。進撃のアトラクションを楽しむために10年ぶりぐらいに進撃の巨人を見直したんだけど、昔見た時より面白くて最近すごいハマってます。アニメは結構作画重視しちゃうんだけど、進撃の作画すごすぎませんか？毎回映画みたいにかっこよくて鳥肌立ってます。今まで漫画しか読んでこなかったことを後悔しました。最高。続いて本日のお目当て、スーパーニンテンドーワールドへ。昨日は時間が足りなくて少しお散歩してキノピオカフェしか楽しめなかったから、今日はパワーアップバンドのミッションにも挑戦してアトラクションにも乗って全力で楽しんでいきます。ヨッシースナックサンドっていう食べ歩きフードを売ってるお店を見つけました。今日はまだアロエヨーグルトしか食べてないので、ここで腹ごしらえをしようと思います。待って、このキノコのドリンクめちゃめちゃ可愛くないですか？これでジュースを飲んだら私も息増えそうなので購入。コーラのカルツォーネ、焼きそば&チーズを買いました。あ、今のは見なかったことにしてください。コーラもカリカリしてて美味しかったので、これすごいおすすめです。この後はマリオカートに乗ります。昨日出会った瞬間帰っちゃったキノピオくんを見つけました。必死なアピールで気づいてくれました。どうかキノピオ、ありがとうございます。ついに一番楽しみにしていたマリオカートになります。クッパのお城の中を進んでいくとサーキット会場があるっていう設定なので、クッパ城の中もすごい楽しみです。階段を登るとすっごい大きなクッパがいる。動画で伝わるかわからないけど、すごい迫力があります。これって実物大なのかな。毎回クッパと戦って勝ってるマリオ超人すぎる。もっと立ち止まってゆっくり見たかったけど、今日は空いてるのかスイスイ進んでいきます。クッパ様、これってマリオカートのカップ？こっちは USJ のオリジナルのカップ？これはクッパのお手紙？立ち止まる時間がなくて全然見れなかったけど、すごい。これは多分マリオカートでプカプカ浮いてるジュゲムのカートだ。こういう機材を使って映像を映してますよみたいな感じかな。マリオカートで遊んだことがある人ならこれは絶対感動しちゃいます。細かいところまでこだわって作られていて、任天堂の本気を感じます。ここはクッパの書斎です。クッパが読んでそうなビッグサイズの本がたくさんあって、すごい可愛いです。あ、あの鉄球って誰が投げてるやつだっけ。テレサがいた、可愛い。マグマから飛び出してくる人たち。クッパの椅子にピーチ姫の写真が飾られてます。クッパの愛を感じる。8時間の間にもこうやって楽しませてくれるのですごい楽しいです。ここはボム兵の工場なのか、ボム兵の製造過程が見れました。かわいい。ちょん、くる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 、もしスポ、しもいこスポ。おお、なんだこれは。オッケーってことですかね。こんな極秘の製造過程を見せてもらっていいんでしょうか。仕上げに頭につける輪っかを取って、ちょん、トントン、オッケー。紐も乗せてオッケー、完成。マリオの敵キャラってなんでこんな愛らしいんでしょうか。メインキャラより敵キャラの方が好きまである。そして吸い込まれていきました。マリオの VR ゴーグルを装着してこれから登場します。乗りながら撮影はできなかったけど、新技術って感じですごい楽しかったです。カートに乗りながら甲羅を投げてコインを集めるんだけど、意外と難しくてすごい下手でした。もっとたくさん乗ってマリオカートのプロを目指したいです。ディズニーランドとシーの年パスを3年間持ってた元 D 型なんだけど、ディズニーとはまた全く違う新しいクオリティの高さっていうのかな。マリオカートの旧ラインも任天堂ワールドのエリアも、こんなに本格的にゲームの世界を再現したのって USJ が初めてなんじゃないかな。日本が誇るマリオの世界をここまで本気で再現してくれて、生きてる間にここに来れて本当に幸せです。
からはパワーアップバンドのミッションに挑戦していきます。腕につけているパワーアップバンドと USJ のアプリを連携させるとエリア内のオブジェに反応してコインが貯まったりゲームをすることができます。バンドを読み取ると名前とキャラクターのポーズを決めることができます。名前はベニオで、キャラクターポーズはどれも可愛くて迷います。背景を決めたら無事登録できました。スタンプやコイン集め頑張ります。早速パワーアップバンドのミッションに挑戦。ミッションを3回クリアするとクッパジュニアとの対決に挑めます。ミッション中は慌ただしくて撮影できる余裕がなかったけど、いろんなミニゲームがあって楽しかったです。パックンフラワーを起こさないように目覚ましを止めたり、クリボーが落ちないようにレバーをぐるぐる回したり、スロットゲームとか甲羅をぴったりぶつけるゲームとか、いろんなミニゲームがあってすごい楽しかったです。クッパジュニアとの対決も無事勝利しました。コイン集めのミニゲームもありました。これやってる時後ろにたくさん人が並んでいてちょっと恥ずかしいけど、こういうのは全力で楽しむタイプです。任天堂ワールドのエリア内にはこのマークが至る所に隠されていて、バンドをタッチするとスタンプがゲットできます。このスタンプ全部コンプリートしたかったな。コレクション要素もあって何回来ても楽しめるのが最高です。マリオの地下ワールドを再現したエリアに来ました。奥に進むと超ビッグサイズのハテナブロックを発見。これも叩くとしっかりコインがもらえます。必死のジャンプ。続いてヨッシーアドベンチャー。ヨッシーの背中に乗って宝探しをするディズニーのイッツ・ア・スモールワールドみたいなアトラクションです。このアトラクションも Q ラインがすごい可愛くて、昔大好きだったヨッシーの万有引力やヨッシーアイランドみたいな雰囲気で懐かしさでエモい気持ちになりました。こんなところにも叩くとコインがもらえるブロックが、ヨッシーの卵柄で可愛い。30分ぐらい並んでヨッシーの背中に乗れました。ヨッシーと一緒に宝探しの冒険に行ってきます。キャラクターがたくさんいて、まさにマリオの世界に入っちゃったって感じで、とっても可愛かったです。のんびり座って楽しめて癒されました。次はこちらも楽しみにしていたハリーポッターエリアに向かいます。私昔ハリーポッターすごい大好きで、 USJ にハリーポッターエリアが完成した時にハリーポッターエリア目当てで初めてその時 USJ に行きました。あれから10年ぶりに来たけど、相変わらずクオリティの高さが凄まじくて何回でも感動できちゃいます。小学生の頃にハリーポッターに大ハマりして、絵を描くのが大好きな小学生だったから、大好きなマルフォイを描いたりしてたんだけど、不死鳥の騎士団からなんか話が難しくなっちゃって、それからついていけてなくて見れてないんですよ。不死鳥の騎士団が公開された時まだ13歳だったもんな。残りの3作品を見るなら最初から全部見直したいし、気合が必要ですよね。苦手なジェットコースターも頑張って乗って、ハリポタエリアのアトラクションも全部乗れて大満足です。お腹が空いたからレストランを探していたら突然ショーが始まりました。ラッキー。しかも私が大好きなヘアスプレーの曲でテンション上がる。そういえば先週奇跡的にヘアスプレーの舞台の最前列に当選して、すごい楽しみなんですよね。主演の渡辺直美ちゃんの大ファンのお友達が出てくれました。 USJ って流行りの曲とか洋楽がパークで流れてるから楽しい気分になっちゃいます。カメラの向こうでピーナッツのみんなと一緒に楽しくダンスしてます。ディズニーで一番好きだったイベントもイースターだったし、イースターイベントって可愛いですよね。それにしても USJ ってキャラクターとの距離感がこんなに近いんですね。これは軽率に沼ってしまいそうです。イケメンスヌちゃん。短いショーだけど可愛いし楽しかった。スヌーピーバックロットカフェに来ました。事前に調べた時にこのカフェのイースターデザインが可愛いなって気になってたのと、好きなメニューも多くて行きたいレストラン候補の一つでした。美味しそうなカルボナーラです。この上に乗ってる黄色い鳥さんすごい可愛いですよね。なんてお名前なんだろう。それではいただきます。パク。美味しい。たくさん遊んでお腹が空いてたから余計に美味しいです。 USJ には他にも気になるレストランがたくさんあったんだけど、みんなどこがおすすめですか？ジョーズのアトラクションの横にあるお店のジョーズのロールケーキもすっごい可愛かったから、時間があったら食べたかったな。美味しくご飯をいただいた後はずっと行きたかったユニバーサルワンダーランドに来ました。人生で2回目の USJ だけど、このエリアだけ唯一行ったことがなかったんですよね。時間が足りなくて行けなくて、どんなとこなんだろうってずっと気になってたけど、こんな可愛いとこだったんですね。これはこうやってゆらゆらして遊ぶおもちゃなのかな。つい童心に帰って遊んでしまいます。この施設の中に苦手な私でも乗れそうな可愛いスヌーピーのジェットコースターがあったんだけど、調べたら長い間お休みしてて残念でした。移動中キティちゃんとダニエルくんを発見しました。イースターの衣装も可愛い。一日中はしゃいで、年齢的にそろそろ体力が限界を迎えてきました。25を超えてから疲れやすい体になったな。でも閉園まで残り2時間もあるので、乗りたかったアトラクションに乗って最後まで楽しみます。次は大好きなアトラクション、アメージングアドベンチャーオブスパイダーマンザライド 4K3D になります。ジェットコースターに乗れないか
からこういう 3D でたくさん動くアトラクション大好きなんですよね。次も 3D 系のアトラクション、ミニオンはちゃめちゃライドになります。ミニオンのエリアも完成してから初めて来たので感動しました。このアトラクションはすごいリアルで本当にその世界にいるみたいですごかったです。初めてディズニーシーのソアリンに乗った時と同じ感動がありました。また乗りたいな。足が棒になってきたので座って休憩中。一生乗ることがなさそうなフライングダイナソーだ。暴走するプテラノドンに背中をつかまれて下向きのまま乗るジェットコースターなんだけど、いやこれ怖すぎない？恐怖のジェットコースターランキング堂々1位ぐらいに怖そう。乗れたら1000万円っていう企画がもしあったとしてもちょっとこれは無理かもしれないな。いつかディズニーランドのスプラッシュマウンテンに乗れるように、最近可愛いジェットコースターで修行中だから、いつかこれも乗れるようになれたらいいな。そして楽しくはしゃいでいたらいつの間にか閉園時間まで残り30分。楽しい時間はいつだってあっという間です。どこかで聞いた話だけど、もうこんな時間って時間を忘れるほど楽しく時間を過ごした時って、その時間だけは年を取らないっていう話を聞いてから、毎日は時間を忘れるくらい楽しく過ごそうって思って生きてます。今日の USJ も時間を忘れるくらい本当に楽しかったです。帰りにお土産をたくさん買いました。今日もキルア君のグッズは入荷してなかったです。 USJ とマリオ本当にありがとう。絶対また来るね。帰りにホテルの夜食に美味しそうなおにぎりとココイチの肉まんを買いました。ユニバ楽しかった。帰りたくない。した大阪旅行残り2日。本当は明日も USJ に行きたいくらい楽しかったけど、人生2回目の大阪観光もきっと楽しい旅になると思うので、残り2日間目いっぱい楽しみます。次は大阪旅行3、4日目の道頓堀、アメ村、新世界などの Vlog を投稿する予定です。おやすみチャンネルは投稿頻度が少ないけど、一本一本を大切に楽しく続けていけたらいいなと思ってるので、次の投稿も気長に待っていただければ幸いです。それでは今回も最後に前回の動画のベニーグッド最多勝コメントを紹介します。前回の動画のベニーグッド最多勝コメントはこちら。バッサン259ベニーグッド。 ASMR で寝れて起きたら Vlog 見れるとか、幸せすぎて空に飛びそう。ベニオの ASMR も Vlog もどっちも見てくれて本当に嬉しいです。 ASMR 屋さんが夜のチャンネルだとしたら、こっちは朝のチャンネルかな。夜はみんなを寝かしつけて、みんなが起きたら楽しい Vlog を見てもらうっていうルーティンが続くように、どちらのチャンネルの投稿もこれから頑張ります。いつも見てくれてコメントも本当にありがとう。みんなのコメントも全部読ませていただいてます。また次の投稿も楽しみにしていてね。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。